朝鮮労働党第一主席で、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第一委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、自力で設計し製作した弾道弾、弾頭戦闘の熱安全性と熱保護私服材、侵食程度の評価の実験を行うことを命令し、直接現地に赴いて、弾道ロケット、弾頭戦闘の大気圏再突入環境のシミュレーションを指導しました。労働党と軍隊の幹部たちが同行しました。この度の弾道ロケット弾頭戦闘の大気圏再突入環境のシミュレーションは、弾道ロケットの大気圏再突入の際、空気力学的加熱による高圧力と熱流の環境で戦闘の侵食の深さと内面温度を測定し、新開発の熱保護材料の熱力学的構造の安全性を確証する方法で行われ、実験の結果は全ての技術的指標を満足させました。この時の実験を通して、弾道ロケットの大気圏再突入の際に作られる実際の環境に似た圧力条件と5倍近くの熱流の中でも、戦闘の熱力学的構造の安全性が確証され、大陸間弾道ロケット弾頭の再突入の信頼性が確固と保証されました。金正恩元帥は実験の結果に大きな満足の意を表し、朝鮮労働党の革命的な精神路線を心に受け止めた頼もしい国防科学者、技術者、軍事部門の労働者が第7回党大会が開かれることし、ロケット工業と核技術分野で多大な成果を収めていることを高く評価しました。そして軍事大国を自称する数カ国だけが保有している大気圏再突入技術を自力自強の力で堂々と確保し、弾道ロケット技術で巨歩の進展がなされた。国の防衛力と軍事工業の自立性を強め、敵党さんの革命強兵の不抜の軍事力を著しく高められると喜びに満ちて述べました。元帥は、科学技術的に論破の余地がない共和国の打撃手段の先端レベルの高さは、すなわち国力の高さで共和国の尊厳の高さだとし、軍事工業部門では、国防科学技術を飛躍的に発展させ、国防工業の主体化、現代化、科学化のレベルをさらに高めて、党中央の軍事戦略戦術の思想を実現できる、独自の多様な軍事的打撃手段と、父の爆弾を最高のレベルでもっと多く開発し、生産すべきだと述べました。金正恩元帥は、核攻撃能力の信頼性をさらに高めるために、早いうちに核弾頭の爆発実験と核弾頭の装着が可能な各種弾道ロケットのテスト発射を断行するとし、関係部門でその事前準備を抜かりなく行うことを指示しました。敬愛する金正恩元帥に、エクアドル中央選挙理事会のコーディネーターが贈り物を贈りました。4日、ルネ・マゼ・モスケラコーディネーターが、ペルー駐在朝鮮特命全権大使に贈り物を手渡しました。10日、キム・イルソン主席の生誕104周年記念スリランカ準備委員会がコロンボで発足しました。準備委員会は太陽節に際して、偉大なキム・イルソン主席が世界の地震業に尽くして出した不滅の業績についての研究討論会など、多彩な政治文化の催しを行うことにしました。9日、2017年の北東山の偉人称賛の大会、ロシア社会各界準備委員会が発足しました。準備委員会は、2017年の北東山の偉人称賛の大会を機に、討論会と映画会、図書及び写真展など、政治文化の催しを行うことにしました。共和国のラナム炭鉱機械連合企業所の労働者たちが、ペクトーさん英雄青年第3号発電所の建設のための特注設備の生産で成果を収めています。中上の70日間戦闘に奮起したここの労働者、技術者は、発電機室の天井クレーンの加工と組み立てを前の約3倍のスピードで完成し、
13日、発電所建設現場に送りました。一方、平壌自動化器具工場の労働者たちも、特注設備の生産で革新を起こしています。その結果、3月に入って毎日生産計画を2割増で達成しています。共和国のレソン川青年第5号発電所の建設現場で成果が収められています。中将の70日間戦闘に奮起した青年建設チームの人たちと技術者たちは、価値ある技術革新案を積極的に受け入れ、毎日ダムのコンクリート打ち込み計画を3割増で達成しています。また、現場の条件に即して新線機を自力で製作し、各種サイズの鉄筋を生産して発電所の建設を早めるのに大いに利用しています。共和国に反対するアメリカと傀儡交戦勢力の危険天板な合同演習、キーリゾルブ・フォール・イーグル16を糾弾して、8日、大中国朝鮮人総連合会は声明を、10日、大中国朝鮮人総連合会副議長は、世界は正義がどのように守られ勝利するかはっきり見ることになるだろうと題した談話を発表しました。報じを得たところによりますと、アメリカと傀儡交戦勢力は12日、京山北道東半一帯で、共和国北半部に対する上陸を想定した侵略的な三輪訓練を極めて無謀な段階で行いました。この日の訓練では、歴代最大規模の上陸作戦に次いで、内陸に向けて数十キロメートルを進撃する演習が行われました。この日、南朝鮮の進歩連隊、平和と統一を開く人々をはじめ、各界の市民団体と社会団体が、京山北道ポアン一帯で、アメリカと南朝鮮傀儡交戦勢力が、平壌新駅を狙った上陸訓練の決定的行動へと移ったことを受け、反戦平和活動を展開しました。南朝鮮のインターネットメディア、民衆の声、11日付に、傀儡国会議員選挙に不法に介入する思いで、テロの各所を訪ね回った朴槿惠を非難する社説が載りました。祖国平和統一委員会スポークスマンの談話、朴槿惠集団の愚かな制裁騒ぎは自滅を早めるだけを、10日と11日、中国の新華社、日本経済新聞、ロシアのタス通信、キューバのプレンサラティーナ通信、ナイジェリアテレビ放送、共同、時事、朝日新聞、NHK 放送が報じました。各国の人が国の自主権と安全をしっかり守っている朝鮮人民の正義の偉業を支持しています。ブルガリア、キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会の人と、ブルガリアの東アジア問題専門家、エジプト・アラブ社会主義党委員長、エジプト・朝鮮友好協会会長は、朝鮮がアメリカの絶え間ない新たな戦争挑発策動と核脅威に対応して核抑止力を強めたのは当然の自衛の措置である。朝鮮民主主義人民共和国は誰であれ、自分の自主権を犯すことを絶対許さないと述べました。アメリカと南朝鮮傀儡交戦勢力の史上最大規模の合同演習を非難して、スウェーデンの共産党は7日声明を、ベナン社会主義党委員長と、ナイジェリア国民民主党信用委員会委員のナイジェリア朝鮮友好協会会長は9日、談話を出しました。また、スイス朝鮮委員会とスイス土思想研究会は6日、朝鮮民主主義人民共和国政府スポークスマンの声明と、外務省スポークスマンの談話の内容を支持して共同声明を、シリアのダマスカス大学政治学部の講座長は、国連安保理の共和国に対する不当な制裁決議を非難して7日、談話を出しました。6日、ナイジェリア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会のホームページに、民族皆の一致した非難と排撃にもかかわらず、国会に圧力をかけ、同じ民族との対決を煽る北人権法とテロ防止法を採決した極悪な対決分子である南朝鮮の朴槿惠集団を非難する文が載りました。各国の報道機関が共和国での植樹運動について紹介しました。スロバキアのホームページ kldr.sk は、
木を植える偉大な記念日にしてきた金正恩総書記、敬愛する金正恩元帥の写真とともに植樹デー70周年と題した文を載せました。ロシアのタス通信、アメリカのホームページヤフ、イギリスのロイターも、著存で全国の樹林化のための運動が繰り広げられていることを報じました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。チェジョンイル・カンソニがお伝えしました。こちらは著存の声放送です。